ちゃん、今日はプレゼントがあります。何かな、一緒に見てくれるかな。よいしょよいしょ。こちらは年末の帰省用にやっとティアラのバギーを購入しました。ちょっと開封していきたいと思います。なかったよこれ、なんだろうね。バギーは、Amazon でブラックフライデーの時に15,000円ぐらいで購入しました。1万から2万くらいの予算のものでいろいろ調べて比較してこちらを購入することにしました。私がバギーを買った理由は、大阪に新幹線でよくティアラと帰省をするのですが、ティアラもね、年齢を重ねて長距離移動の負担をできるだけ減らしてあげたいなと思っていたので、バギーを購入しました。で、2つ目の理由が、病院に通うことも増えてきたので、病院に行く時にもいいなと思いました。そして3つ目は、車用のドライブベッドを持っていなかったので、こちらはバギーから取り外せて、車に乗せることもでき、ドライブベッドになるので、こちらを選びました。そしてバギー選びで譲れなかったポイントがたくさんあるんですけど、新幹線や電車移動を1人ですることがよくあるので、バギーからカバンを取り外すことができるもの。できるだけバギーとコットの重さは軽く1人で持てるもの。車輪やコットが丈夫なこと。コットにショルダーがつけられるもの。コットが折りたためるもの、以上を満たしているもので、探しに探してこちらを購入させていただきました。バギーの購入を検討している方の参考になればいいなと思います。組み立ては、前輪と後輪を取り付けるだけなのでとても簡単でした。コットの裏はワイヤー式で、コットが折りたためるようになっています。ワイヤーにマジックテープを取り付けてコットを使います。コットはとても丈夫そうで良かったです。よし、ピーちゃん様、します。よいしょ。コットの高さも座ったままでもカバンを閉じることができるので、今までのキャリーよりも広そうで良かったです。バギーにコットを取り付けるのもカチッとはめるだけで簡単なので、慣れればスムーズにできそうです。でかいね。思ったよりもサイズ感が大きかったのですが、車輪なども丈夫そうで長く使えそうです。ロックもしっかりできるので安全です。一回乗ってみようか。ごめんじゃ。うん。自転車のカゴに乗せると怖くて震えてしまう子なのですが、バギーは安定しているし怖がる様子はなくてよかったです。コットをバギーからスムーズに取り外してバギーを畳みます。はい、ピーちゃん6キロぐらいありますが、こんな感じです。コットはメッシュ素材になっているので通気性も良さそうです。こちらにはポケットがついています。何かしら入れれそうです。そしてこちらが荷物置きです。結構丈夫そうな作りにはなっています。レインカバーもついていました。雨の日でも帰省する時には駅に行くまでには濡れてしまうので、カバーがついていると安心です。コットのクッションはクッション性はあまりなかったのですが、取り外して洗えるものになっています。このバギーはコットをつけたまま畳めるものでは本当はないのですが、バギーから外せばコットを畳めるものなので、一緒に畳むのもいけるんじゃないかなと思いやってみました。ワンちゃんを下ろした後にコットの下のワイヤー部分とマジックテープを外してワイヤーを折りたためば収納可能です。一緒に畳むことができたので収納もコンパクトになりました。めっちゃ笑ってる。じゃん。ゲーム見た。ゆいちゃん座って。